ああ、組長、ちょうどよかった。今お客さん連れて。あなたにいろいろ聞きたかった。ビューティフル、この家には和の心が詰まっています。は私は日本の和を愛しています。初めてこの家を見たとき、絶対にマスターと仲良くなれると確信しました。そして期待通り、マスターの桜木さんは和の象徴のような方です。私とても幸せです。写真撮ってもいいですか？おい、何笑ってる？いや、笑ってないです。あれ、もう一枚いいですか？桜木さん、スマイルです。おい、スマイル、スマイル。